はい、皆さんこんにちは、ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いいたします。今日なんですけれども、インスタグラムの DM でいただいたご質問で、筋トレをしていてケトーシス、アシドーシスといった言葉をよく耳にしますと。具体的にそれぞれがどういう状態を示しているのかよくわかりません、できれば簡単に解説してくれるとありがたいです、というコメントをいただきました。ありがとうございます。なので今日はケトーシスだったりアシドーシスなんかについてね、それぞれどういう状態を示しているのかっていう用語解説じゃないですけど、簡単なこういった解説をできればいいかなと思います。興味がある方はぜひお付き合いください。はい、で早速お話をしていくんですけれども、トレーニングをしててね、ケトーシスだったりアシドーシスという言葉を聞くということでね、皆さんどうですかね、ジムでこういった言葉聞くことありますかね。僕はあんまり聞かないような感じがするんですけど、どういう時にこういった言葉が出てくるのかなと思うんですけども、もちろんトレーナーの方であればしっかりご理解されている分野だと思うんですけれども、今日はこういったいくつかの言葉についてお話ができればいいかなと思います。できるだけ簡単にご説明しようと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずはじめにケトーシスという言葉についてお話をしていきたいと思います。で、ケトーシスという言葉は皆さんご存知のケドン体というところから、まあ、語源が来ている言葉になっておりまして、でこのケトーシスっていうのがどういう状態を示すかというと、一言で言うと糖ではなく脂質をエネルギーとして体の中で使用する、そういった状態のことをケトーシスというふうに一般的には言います。皆さんもダイエットに取り入れられている方いらっしゃると思いますけども、ケトジェニックダイエットといって、糖ではなくケトン体という物質をエネルギーとして体を動かすと、といった時にもこのケトーシスという言葉が当てはまります。要するにケトン体をエネルギー源として体を動かすと、というようなイメージで捉えていただけたらと思います。で、このケトーシスの状態っていうのは、体がどちらかというと脂質のエネルギーに対応しているということでね、いいのか悪いのかで言うと、ダイエット的にはいいというか、効率的に脂肪を燃やせるっていう体の仕組みになっているとは思うんですけれども、まあ、他の要因とかもいろいろあるので、一概にいいとか悪いとかっていうことはね、言えないと思っております。後ほどケトーシスのデメリットの例なんか、もお話ししていこうと思うんですけれども、こういった内容のことをケトーシスということですね。で、次にアシドーシスという言葉についてお話をしていきたいと思います。で、人間のpHバランスですね、血中の水素イオン濃度ですけれども、だいたい 7.4、 7.35 から 7.45 ぐらいの間に保たれているわけですよね。で、どちらかというと弱アルカリ性に保たれているのが正常というふうに捉えていただければと思うんですけれども、このアシドーシスというのは何かしらの要因原因によってで、このpHバランスが酸性に傾いてしまっている、つまり 7.4 から0の方向に進んでいってしまうことをアシドーシスというふうに言います。アシドーシスには大きく分けて2パターンあって、1つは代謝性アシドーシスというもの、もう1つは呼吸性アシドーシスというものです。で、この代謝性アシドーシスというものはですね、肝臓での処理能力が低下してきた時に起こりやすい症状で、酸性の代謝物質は体の中で急激に増えてきてしまうと。この時の特徴というのは、血中の二酸化炭素濃度もこのpHバランスの減少とともに減ってきてしまうというところですね。一方で呼吸性アシドーシスというのは、肺だったり腎臓からうまく二酸化炭素を外に排出できないといった時に起こりうる症状でありまして、血中の二酸化炭素濃度は先ほどと反比例して増えていくというようなイメージです。で、ちなみにこのアシドーシス、酸性に傾く反対の言葉をアルカローシスというふうに言います。人間の体は普通の方であれば常にpHバランスが弱アルカリ性によっているので、常に少なからずアルカローシスの状態にあることが望ましいというふうにされております。で、先ほどご説明させていただいたケトーシスと、それから今ご説明させていただいたアシドーシス、これの合併症状みたいなものがありまして、ケトアシドーシスというものなんですけれども、有名なところで言いますと、アルコール性ケトアシドーシスというものと、あと糖尿病性ケトアシドーシスというものがあります。アルコール性ケトアシドーシスというものはですね、簡単にイメージしていただくと、ケトジェニックダイエットを行っていて、ある程度体が飢餓状態といいますか、糖よりもケトン体を優先して使う体になっていると。その時にお酒を大量に摂取してしまうと、アルコールをね、代謝する過程で肝グリコーゲンをものすごく使うので、グリコーゲンが一気に減少してしまって、体の中に蓄えられている糖の量っていうのが限りなく少なくなってきてしまうと。で、これによって吐き気だったり頭痛、嘔吐、場合によっては疲労感なんか、こういったデメリットを発生させてしまう。これをアルコール性ケトアシドーシスというふうに言うんですね。で、過度なアルコール性ケトアシドーシスになってきてしまうと、生理食塩水を摂取したりだとか、それからブドウ糖注射を打ったりしなきゃいけないので、ケトジェニック中で糖質が入ってないからハイボールならどんどん飲んでいいんだって思われて、お酒をガンガン飲むような方はね、ぜひ注意していただけたらと思います。
で、糖尿病性ケトアシドーシスというものはですね、主に1型糖尿病の方にありがちな症状なんですけれども、インスリンの拮抗ホルモンであるアドレナリンだとコルチゾールっていうホルモンの量が増えてきてしまって、インスリンの量が相対的に下がってきてしまう。で、これによって血糖値が上がった時に、その上がった血糖値を下げるためのインスリンの作用が限りなく弱まってしまって、血液が高血糖状態になり続けてしまうという状態を示します。で、1型糖尿病の人に多いパターンとしては、こういった状態が続くことによって血液中のブドウ糖を代謝できなくなって、脂質それからケトン体を主なエネルギー源として体を動かしているっていう症状、これが多く見られたりします。まあ、今日はこういったどちらかというと筋トレにあまり関係ないのかなと思うんですけれども、用語解説になりました。もっとそれぞれの詳細を知りたいっていう方は、ね、調べていただければたくさん出てくると思いますので、個人的に気になった方っていうのはね、加えて調べていただければというふうに思います。はい、たまにはこういう用語解説もいいかなと思いましたので、今日はこういうお話させていただきました。こういう動画がいいねと思ったり参考になったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。インスタグラム、オフィシャルウェブ、ノート、オンラインサロンなどソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time round November, never be adverse, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame, all of the sudden.